バイオハザードリベレーションズ2パート12です。バイオハザード、あの塔に行く途中でモイラと一緒になったの。バリー、あそこに何かいる。待っていた、ずっとこの時。事故か、まったくどこもかしこも異常だな。ここでモイラと別れたの、おじさんが来たから。ウェスカーが2人。この上なく強力な眼光をもってすれば世界を解体することができる。ん？どういうこと？えらいことになってんだ。ナタリア。何があったんだよ。外して大丈夫なんだ。アレックス。アレックスですか。ウェスカーがもう一人。モイラはどこだ、どこへやった。葬ってやった、一人残らず。そう、絶望という恐怖のもとにな。なんか顔貼り付けてんの。お前か、殺したのか。最後はお前だ。いっぱい来てる。なんか字が残ってんの。もうおかしくなってんの。すげえな、落ちるかな、それで。ギリギリすぎるだろ。ここは違うのかな。こっちだ。フレアたちが戦ってた場所とは。歩けるか。いやいや、リュックをさ。下水から外に出る。あいつはアレックス・ウェスカー、半年前の実験の首謀者。オーバーシアのこと？ああ、やつの実験にモイラも巻き込まれて。何のためにこんなこと。最悪だ。あの人は生まれ変わるって言ってた。生まれ変わるだと？ウイルスでか？そんな実験のために娘は犠牲になったのか、馬鹿げてる。ごめんなさい、私よく覚えてなくて。ああ、すまないナタリア、無理に思い出さなくていい。悪かったな。リュック完全に潰れてる。せめて前に回すとかさ。大丈夫？ああ、大丈夫だ。ただこうしてるとついモイラやポリーの小さかった頃を思い出した。歩いた方がいい。仲良しだったの？昔はな。近頃の俺とモイラは喧嘩ばっかりだった。あの子も大人なのに
モイラが悪いことするの？いや、モイラは悪くないんだ。悪いのは俺の方さ。どうしようもない父親だったモイラとポリーが俺の銃をおもちゃにして遊んでいてな。モイラが謝ってポリーを、事故が起きたんだ。モイラのせい？いや、俺のせいさ。だが俺はモイラを怒鳴りつけて、あの子を責める資格なんてないのに。ポリーはかすり傷だったが、モイラの心の傷がそれからギクシャクし始めた。マリー大丈夫？すまん、難しい話をしたな。またあの子を助けることができなかった。お前だけは島から助け出してみせる、約束だ。うん、ありがとう、バリー。話終わった？水抜けてるんだね、ここ。大丈夫、もう歩ける。そうか、無理はするなよ。演技だったのか、もしかして歩けないとか。怖いな、ちょっと。ナターリア捕まってたみたいだし。なんで水が抜けてんだよ、ここの。何があったんだよ。蒸発したのか。銃が分かんない。ナターリア行くぞ。元気じゃねえかよ。全然走れる。まずは地上に出ないとな。うん、それは分かってんだよ。あったあった、これでこいつを潰せってか。めんどくせえな、戻んなきゃいけねえのか。あっちにいんのか。あそこに何かいる、気をつけて。生きてんのか。ナタリア、半年前からずっと真っ赤だよな。おい、詰まってるよ、バリー。マジでなんで AI の質が下がってんだよ、こんなに。本当に5が全然まともに見えるんだよな。マリ、怪物が。撃てよお前、何やってんだよ。なんでバレるんだよ今ので。ここも油断はできん。ナタリア、大丈夫か？うん、大丈夫。お前、もうちょいしっかりしろよ。全く打ってくんねえんだよな。あそこに何かいる、気をつけて。あ、虫だ。虫の感知能力高いな。入り込んできてる。なんかいける。水が抜けたからいけるってことか。うん、弾薬ケース、アサルトライフル。時を超えた協力、水門の向こう。バリー編の月移動の水門の奥のアイテムを拾う。そっか、なんかあった。クレアの方でやってないとここは通れないってことか。
なんで降りてんだ。あんだけやって降ろせなかったのに。ありがとう。俺で取れると。こっちになんかあんだよ。なんか置いてある。えっけ。ああ、何もなかったとこだ。おい、ちょっとびっくりした。今とどめ刺したな、タリア。あいつが立ち上がってきたのか。もしこれで一回取っておけばいいってことだよね。持ち帰っておく、一応ね。なるほど、どっかから流れてきたのか。おい、もう虫いいわマジで。ん？あいつか。難しいな。ちょこちょこ移動しすぎだお前は。ナターリアが食らってるけど、これはもう割ってある。おい、作業台がないんだけど。じいさん元気？あら、開いてる。ウサギ、ニワトリ。動かないよ。ああ、そっとしておこう。ミイラになってる。かわいそう、一人ぼっち。モイラの。こいつはあの子のだ。すげえから。ママ、トリ、私もうダメみたい。早くみんなに会いたい、会いたいよ。パパ、パパ、ごめんなさい。そんな、やめろ、お前は悪くない。パリ、大丈夫だ、行こう。あの子の無念は俺が必ず晴らしてみせる。じゃあ向こう向かないで。ナタリア、リボンだけ妙に綺麗だな。臭い袋かこれ。柿瓶、飯。ただまあ感染してないみたいだし。ハイアレートレベル3。これが持ってきたやつ。AK、連射性能と単発能力が両立した汎用的アサルトライフル。相談数が多いため扱いやすい。でも威力は低いんだ。でもこれ2個上がってんのか。うん、でも低いことは低い。相談数は多い。で、パーツ数も多い。下水道の老人の日記。1988年7月19日。娘が生まれた。名はイリーナとママがつけた。去年死んだ俺のばあさんの名と同じだ。反対したがママには逆らえない。ママって、自分のママってこと？奥さんってこと？目と鼻が俺にそっくりだ。口元はママだな。ママはママか。島の短い夏に生まれた子は丈夫に育つと聞いた。今年も、最高のおかげで島の景気は上々。それもこれもイリーナの恵み、親バカだな。こんな暮らしがいつまでも続いてくれれば娘を安心して育てられる。88年か。
立ったな、飛ぶな。日記、1994年7月19日、イリーナが6歳になった。早いものだ。近頃はパパの真似をするとママが怒る。算数が得意なのはママよりばあさんの血だ。いよいよ危ないと噂だった鉱山資源が空っけつ、底をついたようで家もすっからかんだ。このままでは俺も仕事がなくなってしまう。イリーナのためにも頑張らねば。だからそれこそ島出た方が良かったんじゃない、イリーナのためにも。2000年7月19日、イリーナももう12歳。俺とも口を聞かなくなった。何を考えているのか睨む時だけ俺の目を見るぐらいだ。そっくりなのが気に入らないとは困った。ザインに来た資産家の女のおかげで俺にも仕事ができた。2000年間、枯れたはずの鉱山に新しい施設を作ったとか。島の連中はやれ救世主様だの聖母様だのともてはやしているようだが、俺は気に食わない。金持ちは信用するなって死んだばあさんも言ってた。とはいえ助かっているのは間違いないが。2008年もやってたんだ。ここで2008年7月19日、イリーナが20歳になった。来週から鉱山に働きに出ることになった。俺は反対したが、あの娘が聞くはずもない。頑固なのは俺にそっくりだと去年言っちまったママも言っていたが、ママ死んじゃったよ。その通りだ。施設の連中を嫌う俺は今では町でも変わり者扱いだ。きっとイリーナはそれも嫌だったんだろう。それにしても気がかりで仕方ない。次はいつ会えるだろうか。2009年7月19日、娘と別れてもう1年だ。ザインには病を抱えたものがあふれてどんどんおかしなことになっている。あの女が俺たちに何かしたに違いない。ばあさんの言いつけを娘に守らせるべきだった。もう手遅れだ。俺は全てを捨てて町を出た。しかし島から出るのは不可能だ。この下水道に逃げ込むのがやっとのことだ。イリーナ、お前に会いたい。必ず助けに行く。俺にはお前だけが最後の希望だ。まずは外に出よう。離れるなよ、ナタリア。うん。外か。そっか、島の出入りも完全に管理されちゃって、見張られてってことか。いねえの。いた。下の方にいる。鉱山に行くのか。ということはまだ出てきてない。あれが鉱山の中なのかな。塔とかが違うな。どうなってんだ。知らない場所だよね。足跡が見える。全滅してる。何かいる。え、向こう側？変な虫っていうか、そこは通過できるんだ。行き止まりだな。この水門を開けられるのは上からか。水門、枯れてんのか。バリーしっかりやれよ。ここは通れないか、さすがに。石もねえし。すげえな、おい。そっちから水門を開けてくれ。わかった、待ってて。
あっち気になるよね。なんかいる。ナタリアが地図を取ったら感覚を共有できると。結構大変だね。どっかに石落ちてない？石。ライフル。なんか狙い撃てと。上がれねえのか、ここ。上がれそうだけどな。どっちから行った方がいい？あっちで一応合流はできるのか。下には降りないのか。いかにもだな。あそこにボンベがあると。はいはい。どこどこ。なんか見えたな。いろんなとこ倒れてんな。3番。これナタリアに任せてさ、バリー操作できないのかな。いっぱいいんな。やっぱ生きてたか。お前どんだけ硬いんだよ。おい、さすがに硬すぎねえか。のかよ。いや、このもうほぼ燃え尽きたゾンビの割に硬すぎるだろ。発煙剤。煙か。荷を開けると、いい。あー、これ落とせるのか。そういうことか。怖い怖い。爆発するよ。なるほど、仕掛けの意味が分かんなかった。
どっかん。ありがとう。もろすぎねえか。ナタリア、水門を。わかってるよ。わかった。起きないんだ。普通に立ってる奴らがいる。犬もいる。歩くの早すぎて後ろ取れないんだよな。起き上がってきた。おい、ナイフ振れよ。邪魔くせえな。やっぱり。モテねえ。なんかまたいっぱいいんのか、ここ。もう出てきちゃったよ、落とす前に。バーリー、仕事。すげえな、その薄い靴で。近づいておかないとね。でも何もいないんだよな。すごいところ通るな。どこ行った？あ、やべえ、見えないやつがいる。どこだ？ここだな。うんうん。あ、奥の。バリー、向こう何かいる。うん、わかったわかった。近づいてきてる。
怪物、こっち見てないよ。近づいてきてる。近づいてきてる。どこに？右か左言ってくんねえかな。ああ、もうちょっと適切に指示をください。こっちか。なんだこいつ。すごいな、一番下を掴むんじゃないんだ。やっとだよ、やっと石ゲット。ん？ようやくこれが使えそうか。一応こっちから確認しておく。ナタリア、こいつを開けてくれ。こいつ開けてくれ。なんか結構いいんだけど。そこをやって、はっ、お前もいたのかよ。危な。気づかなかった。こっちの方がいいんだよな。死んだ。なるほど。で、中でくるくる回してってことか。ん？何が今ジョワーってなったんだ。うん。ふぅ。上がってきてるし、怖えやつが。怪我はないか？うん、平気だよ。お、なんかいる。あ、お前やられた。嘘だろ。
うん、さっきどこにいたんだよ一体。リトライはいいんだけど、これをもう一回やらされるのがうざいわ。怪我はないか。まだいいんじゃないかよ、湧いてんのか。やっぱり向こう何かいる。なんで当たんねえんだよ。そこだよ、待って。イライラすんなぁ、うろうろしやがってこいつ。やっとバッ…てかさ、もっとモテるだろ、バリ。リュック背負ってんだから。さあ、バリーに操作変えた途端すっげえ動きだろ、変なスピードで。ほんと腹立つわ。バリー、すぐそこにいる。すぐそこだよ。今のがなんで当たってねえんだよ。バリー、すぐそこにいる。すぐそこじゃわかんないって。ライフルの弾薬ケース、ライフルの弾が全然落ちてねえんだよ。やっと出られたな。よし、奴の足取りを追うぞ。うん、追うのかよ。ナタリアを何とかしようとはしないのかよ、アレックスを撃って。お前まで付き合わせて。本当だよ、うん、何があったのか知りたい。だから一緒に。急にどうした。何があったのか知りたいって言い出して。かいくつ、ナタリア。おいおいおい、ファイブみたいになってんじゃねえかよ。ここは役目を終えた採掘場のようだな。